食じゃがりこ面接。これから私が言うシチュエーションに合わせてじゃがりこと言ってください、はい、アレンジなどは自由です。了解です。それでは行きまーす。うっ、3、2、1。嬉しくてじゃがりこ、悲しくてじゃがりこ、怒っててじゃがりこ、寂しくてじゃがりこ、嫉妬してじゃがりこ、失恋してじゃがりこ、喧嘩してじゃがりこ、がっかりしてじゃがりこ、驚いてじゃがりこ、疲れ果ててじゃがりこ、寒すぎてじゃがりこ、暑すぎてじゃがりこ、眠たくてじゃがりこ、食べながらにゃむにゃむ、告白しながらじゃがりこ、感謝してじゃがりこ、隣の人にじゃがりこ、遠くの人にじゃがりこ、知り合いにじゃがりこ、赤の他人にじゃがりこ、友達にじゃがりこ、恋人にじゃがりこ、必殺技のじゃがりこ、恋のビームのじゃがりこ、二次元を見てじゃがりこ、三次元を見てじゃがりこ、テンション上がってじゃがりこ、テンション下がってじゃがりこ、関西風にじゃがりこ、関東風にじゃがりこ、英語風にじゃがりこ、中国風にじゃがりこ、普通にじゃがりこ。ありがとうございました。お疲れ様でした。